若干、今更感があるんですが、仲井戸様がミッキーマウスを、サムネイルに使用している件について話していきます。仲井戸様が現在投稿している最新の動画で、サムネイルになんと、ナルトとミッキーが使われています。ナルトはともかく、ミッキーマウスはまずいですよ。ディズニーを敵に回すのは、もう本当にシャレにならないですよ。ディズニーはヤバいですって仲井戸様、角川の時とは違って、今回はガチでシャレにならないです。以前仲井戸様が角川関係の雑誌で連載していたら、その後なんやかんやあって、角川関係の動画をすべて削除したことがありました。あれくらいでは済まないですよ。一体どうするつもりなんですか？あそこめちゃくちゃ著作権に厳しいらしいですから、もう仲井戸様終わりましたね。これでもう私も仲井戸様を、動画のネタにできなくなってしまいますね。残念です。さようなら皆様。というのは、もろもろちんちん集団です。確かにディズニーが著作権には厳しい、という噂みたいなのはあるのですが、YouTube でちょっと検索すると、ミッキーを無断使用したサムネや、あるいはミッキーの映像を無断使用した動画は、いくらでも大量に出てきます。例えば企業とかが、ミッキーを勝手に使ったりしていたら、それはもう厳しくいくと思いますけど、個人レベルだと訴えても黒字になるか微妙ですし、そもそも訴える手続きとかが面倒ですし、現状は放置してる感じだと思います。なので仲井戸様が、サムネにミッキーを使ったからといって、直ちに訴訟を起こされるということは多分ないでしょう。まあ私は権利者ではないので、もちろん 100% 確定ではないです。訴えられる可能性もゼロではありませんが、そんな面倒くさいことは多分しないという話です。そもそもミッキーは NG で、ナルトは OK、っていうのもおかしな話ですしね。そういうことを気にしだすと、YouTuber の皆様は、普通に他人の顔や半剣キャラをサムネに使っていますからね。よほど目立った迷惑な使い方でもしない限りは、黙認されそうな感じがします。さて、ここで気になるのが、なぜ仲井戸様が、ミッキーをサムネに使ったかについてです。ディズニーが著作権に厳しい説、を純粋に知らなかったという可能性も考えられます。知らなかったから使っちゃったと、それなら仕方ないですね。いや仕方なくはないか。あるいは、ディズニーが著作権に厳しい説を知っていながら、あえて使ったという可能性も考えられます。そう、ツッコミ待ちで、あえてミッキーを使った可能性も考えられます。視聴者から、ちょミッキーはまずいって、ディズニーに喧嘩売るのはやばいでしょ、ミッキーあかんでしょ、という反応が来るのを期待していたのかもしれません。もちろんこれはあくまで可能性の話であって、実際のところはわかりませんが、というわけで、私は仲井戸様の手のひらの上で転がされて、こんなしょうもない動画を作ってしまったのかもしれません。でも軽くコメント欄を見た限りでは、サムネのミッキーに触れているコメントはなかったです。誰か突っ込んでやれよ。あるいは、ただ単に何も考えずに、サムネにミッキーを使ったという説も考えられます。私としては正直、これが最も有力かなと思います。ぶっちゃけ、ディズニーと仲井戸様の法廷オフ、ちょっと期待してたりします。ほぼ例に近いですけど、0.00000%くらいはあるんじゃないでしょうか。でもディズニーに法廷で分からされて、仲井戸様が活動停止してしまうと、動画のネタにできなくなるのでそれはそれで困ります。ディズニー様、どうか仲井戸様を訴えないでください。お願いしますなんでもしますから、最後までご視聴ありがとうございました。